What's up? Welcome to my channel. どうも、海とりょうです。今日は、ちょうど動画上げ始めてから1年ぐらい経ったんで、まあ記念ってわけじゃないけど、ここ1年ぐらいで集めた非売品系のソフトを紹介していこうかと思って。で、まず1個目がこれ、ミリオンクラシックのネスカフェバージョン、これはね、非売品系ソフトの中でもかなり入手しやすい方だね。まあっていうのもね、出てる本数が割と多いのよ。そう、5000本ぐらい出てるんだって。まあネスカフェの商品買って検証で当たるみたいな感じみたいだね。でね、まあ非売品系ソフトだとまあよくあるっちゃよくあるんだけど、これもともと帯がついてない、ついてない状態で完品っていう感じ。これなんかあのお宝鑑定館みたいなところだと注意深く見れば普通に300円とか500円とかで売ってたりするから、本当に見つけやすい部類なのかなって感じ。そう、徐々にちょっとね、手に入りづらいやつを紹介していこうと思うから、まあまだこれは、まあ、入門編みたいな感じだよ。これからがじゃあ楽しみだね。で、次これはね、ザ・マッチゴルフなんだけど、紹介するのはね、このマッチゴルフそのものじゃなくてね、このマッチゴルフの、アンケートはがきこれを送ってもらえるオリジナル CD ってやつ、これがね、なんと手に入ったんだよね。そっちの紹介だね。ザ・マッチゴルフボイスセレクション、これはまあ小さめのこんなCD なんだけど、まあ中身としては、まあ、ゲームの BGM と、キャラボイスがふんだんに盛り込まれていると。誰だろうとぶっ潰す。ビビってんのか。このゲームさ、まあ、前も紹介動画、購入品紹介動画で話した通り、声優さんかなり豪華なんだよね。そうだよね。で、そのボイスがいっぱい入ってるから、結構面白いよね。この大会は私にとってファッションショーも兼ねる大事なものなの。あなたも活躍して盛り上げてちょうだいね。これって実際さ、どうやって手に入ったものなのかな。アンケート送れば確定でもらえたのかな、それとも検証で何人とかなのかな。どうだったんだろうね。正直全然わかんないんだよね。これ蘭姉ちゃんか。あ、ぽかったね。今度は別のところでお会いしたいわ。ちょっとは手加減してもらえるのかしら。楽しい勝負になりそうだわ。気の毒だが、この勝負遊ばなくてもセリフがちゃんと消えるね。そうね、俺の持てる最大級の力で。これゴーリ大好きかな。いい声だな。低いね。勝負の前にわしのゴルフ人生について少し残念。柳宗理さんだっけ。わしはちょっとゴルフにはうるさいよ。で、次がどこでも一緒体験版カルピスウォーターバージョン。トロだ。あ、そうそうそう。これね、カルピスの抽選で当たるやつで、なんか5000名にプレゼントみたいなやつ。また5000名や。そう、ミリオンクラシックと一緒で5000なんだけど、なんかね、こっちの方がやっぱり希少価値高いと思うんだよね。へえ、そうなの。でも中これ見て分かる通り、ストラップとポケットステーションと、体験版のディスクが入ってるって感じかな。おお、すごいいっぱい入ってる。まあそうね、まあこれもなかなか出てこなかったりするよね。ゲーム内でもなんかカルピス出てきたりするんだって。へえ、
つってもね、未開封のやつ買っちゃったからさ、もったいなくてなんか開けれてなくてそうそうね、だから今流れてる画面は、うん、これは普通の製品版のやつなんだよね。うんうんうん、あーちょっともったいないもんね、開けちゃうのも。さすがに開けられないわ。うん、まあまた別で手に入ったらかな、やってみんのは。うんうん、うん、そうだね。はい、でこれがミセフルポンくん P、うん、ファミツ乗っ取りバージョンってやつだね。うん、これは、まあ、普通の宇宙生物フロポンくん P っていうのの、うん、まあ、パズルゲームだよね。これの帯についてる応募券で当たるゲーム、うん、でね、抽選で1000名だから結構数は少ないと思うんだよね。いや少ないね。でもね、俺過去にこれ何回か見たことあってさ、なんかハードオフとかさ大型のリサイクルショップ、うんうん、ああいうとこで何回か見たことあるよ。へえ、そうなんだ。だからね、なんか思ったより数多いんだよね。ただね、安くはないね。あーまあ結構する。でさ、うん、俺これ普通のフロポンくん実は持ってなくてさ。あ、そうなんだ。なんかあれの帯よりまあまあ珍しいよね。へえ。あれかな、やっぱり応募券になってるから帯がね。あー、そうか、使われちゃったりしちゃってんのかもね。そうなんかな。さあ、このゲームなんか、うん、悪ノリ感強いよね。そうだね。まあちょっと面白いけどね。うんうん、つか敵強くない？これ。これ難しいんだよね。なんかむずいよね、ルールも。うん、全然だから進まなかった。これ勝てないんだ全然。ふざけてる割に強いよね敵。そうなのよ。不思議だな。ね、真顔の。命は助けてやる。じゃあ最後、ザ・イエローモンキー、うん、トランスミッション VJ リミックスっていうゲーム、うん、これね、うん、めちゃレアなんだよ。なんかね、初回版は缶ケースに入ってるみたいなんだけど、うんうん、でさらにね、予約すると特別な缶ケースがもらえて、うん、でローソンだと黒いケース、うんうん、でセブンイレブンで予約すると赤いケースが付属するのよ。おで今回手に入れたのが赤いケース。おでね、体感か、そうそう、セブンのやつで体感これが一番珍しい気がするんだよね。リアルに見かけないね。そうなんだ。で、うん、このゲームは、まあ、映像をね、うんうん、いじれるのよ。こういうエフェクトかけたりとか。ああ、なんか PV 作ってるみたいな感じね。そうだね、うんうん、で、まあ、まあ、この名前の通り、うん、まあ、トランスミッションっていう映画があって、その主題歌に使われた、うんうん、まあ、ソーヤングっていう曲の PV をいじれるんだってさ。へえ。あ、まあそう、これ私がやったんだけどさ、うん、いい感じにね、なってるでしょ。 PV っぽいでしょ。これいい感じか。え、すっごい楽しいよこれ。なんか、あ、作ってるって感じして、うん、そうなんだ。まあ、もうちょっとあの音楽に合わせてやった方がいい感じになるかも。へえ、今度やってみよう。うんうん。いやでもさ、うん、今年は運よくいろんな、うんうん、まあ、レアゲーとかに巡り合えたけどさ、うんうんうん、これ来年も続くかね。いや来年っていうか、まあ今年か。そうだね、まあ、今年もいい巡り合わせがあったらいいね。そうだね、なんかいいのがあればいいね。チャンネル登録